あだ名カーショーのドラ1位、草加章が体重5キロ増で開幕1軍新人を狙うということでとても期待したいです。ドラフト1位は、ジア大学の草加マサルと書いて草加章と読む。創始学園時代から落差のある幹部が武器で。3位、ヤング賞3度のドジャースのカーショーと名前の草かショ章をもじってあだ名はカーショー。すごい方と名前をかけてもらって嬉しいといい。中日ファンからも呼ばれることを期待した。プロ入りに向けては体力を落とさないようにトレーニングして体重を増やしていきたいと語り。 入量までに5キロ増の80キロを目指す。一気に量を食べられないので、量を増やすより、回数を増やしていきたい。おにぎりなどの感触を含めて現在の1日56食から8食に増やして、備えていくとのことだが、おにぎりは大丈夫なのか心配になってしまう。また米騒動などが起きないといいのだが、ドラフト終了後に電撃的に指名挨拶を受けた際、 立浪監督から1年目しか取れない新人王を取れと背中を押された。東都大学リーグで今週は4冠空を含む6勝。今週は2冠区を含む5勝。請求力とスタミナが自慢の創価は新人王を目指して頑張っていけば数字もついてくるときっぱり。中日のカーショーが本家に名前負けしないルッキーイヤーを睨んだ。新人王の活躍があればチームはきっといクラス争いをしていると思うので頑張ってほしい。立浪が至極真っ当な野球をし、それを理解して適材適所で選手を起用し、 しっかりと打線を組み固定することができればドラゴンズの野球としてロースコアのいわゆる守りかつ野球をすれば新人王も夢ではない。セリーグにおいて防御率2位の投資王国。打率は6位。ホームランも6位。得点に至っては、1試合平均2.73点でぶっちぎりの再開。ちなみに5番目の球団でさえ1試合平均3.68点。阪神は4.14点上げている。この球団で新人王を取るのは並大抵ではない。 セリーグ防御率6位の柳が4勝なのだから、打線は点数取ってあげて、ベンチは普通の妥当な采配して、共にひどすぎだったから、期待してます。とうとうの他のドライチ投手たちがのきなみかわ、ピッチャーなので9位球速でやや見劣りする部分はありましたが、スタミナや変化球は素晴らしく試合を作る能力は非常に高いと思います。期待してます。選手も黒ロ野球へのスタート地点に立ったばかりでほっとしただろうけど、これからが大変だから頑張ってほしい。 それと立浪も頑張らないとわかんな。まず監督自ら会いに行ったのは、選手思いというか期待感が溢れたふっかるさは共感できる。大事に育ててほしい。先発候補が増えたのは楽しみなこと。高橋、小笠原、柳、メフィア、梅津、ネオ、中地、大野も帰ってくる。総加がここに加わればかなりの、質量ともに余裕で回せる。和福井、松葉は困った時に控えてもらうくらいになれば、投手陣はすごいと思う。 あとは、津宝を何とかすることに全集中してほしい。内野候補が増えたなら、競争させて本当に力をつけた二遊間を作り上げてほしい。そのためには、候補がたくさんいる方がいいので、内野二人指名したのは納得できる。主軸は渡らい、上田取れなかった時点で仕方ない。スメラギ学館大学の村田は欲しかったかな。石川、細川、ブライト、うかえなどを一人前にするしかないね。大宝以内わけじゃないから。あと、ビシエド。 ファーストは物足りないから外国人だね。コシは石橋を経験積ませたらいいと思う。ベテランの木の下、宇佐美を使いながら、渡良らいしたのが痛いだけで、そんな低評価になるようなドラフトじゃないと思います。そうか、頼むからエース級であってくれ。柳のストレートを速くしたような投手であってほしい。数字上は関東能力は申し分ないし、請球力も上々。 ただそれが黒の狭いストライクゾーンと強打者たちを相手に発揮できるか。1年目は、間を空けて慣れながら10試合くらい先発して5勝。和田戦が打線だから無理だとしても高い QS 率を期待。立浪は監督になり本当に全国からの批判に集中の的になった。監督も悪いが、親会社も悪い。球団としてビジョンが見えない。まともな補強もしない。よくわかるが、ファンは強いドラゴンズが見たいだけ。何かにつけて批判記事が多い。 草加くんには頑張ってほしい。このドラフトがいつか成功だったと言われるように、草加章投手のニックネームはカー章。ドジャースのカー章投手と似た名前から名付けられた。ドジャースのカー章投手は、サイ、ヤング賞3度受賞の大エース。ドラゴンズの草加章投手も沢村賞を土受賞する大エースになってほしい。草加投手ようこそドラゴンズへ。なんだかんだ言われちゃう立波監督ですが、とにかくバンテリンのファンはかく君を迎えることでしょう。熱い応援期待していてくださいね。 願いはクバ弱いドラゴンズを助けてください。雰囲気がある選手ですね。すでに貫禄ありますね。あんまり詳しくはわからないけど、安定感がある選手みたいなので、今から楽しみです。中地と切磋琢磨してくれたら良いですね。福田くんは森山と競争ですね。頑張ってほしいです。どうしても結果が出ないと、あることないこと悪く言われてしまうのが監督。いろいろ言われて大変だけど、頑張ってほしいです。 中日にはいい投手がいるからたくさん吸収して総科選手も頑張れ。この投手が即戦力になるかは、開幕までのオープン戦とかの実戦の内容でわかるやろ。それより、渡らんを取れなかったのはドラゴンズ。来季も、不安しかない。大島、岡林以外は手にして当てにできん選手ばかりだから、細川も来季は研究されるから開幕までのオープン戦で今年の延長みたいな内容ならホームランは減り、三振は増えるから期待はするけどそこの対策して結果出せるか。 道だから、あと、ミスしても使われ続けた。石川、村松、龍空、福永が、今年よりミスが減り、だも成長するかなって思う。この三人が不調でバックアップする選手も、どの上が引退したから、いないから、悪くても使うことになるはず。石川が打点なら周平がサードで周平が打点なら石川って今年のようなことが繰り返されると想像する。渡らいを取れなかったのは響くと思う。